お疲れ様です。それでは第1週目をテクニカルで紐解いていこうかと思います。第10週目なんですけどもね、大きく下の方に掘り込んできました。一時146円台まで入ったんですけども、これ151円の方までね、再度動いていくかと思います。で、11週目は基本的に上の方に行く陽線でまとまるんじゃないかなと思いますね。さすがにここから145円とか向かないでしょ。まあ、今週は月火っていうグループと水木っていうグループ、それから金曜日単体ということで、金曜日が最も難易度が高いよっていう形に分けられると思います。で、月火っていうのはね、星2つぐらいかなと思いますし、水木も同じぐらいの難易度かなと思います。まあ、場合によっては水木っていうのは星1つぐらいの、まあ、最も稼ぎやすい簡単な2日間になると思いますけどもね。いずれにしてもこの3つのグループに分けて考えていくとよろしいかと思います。それぞれ火曜日の深夜、木曜日の深夜に大型の材料がありますんでね、ここでマーケットが大きく動くと思いますけども、まあ、その時に、円安の方向に振れるんではないかなというふうには思いますね。まあ、基本的にはテクニカルの方向っていうのは、これ円安ですから、150円の方向に向かう以外にはないんですよ。で、途中、ファンダメンタル要因で、円高の方向に押し下げられることはあると思いますけども、結局ね、トレンドはこっちの方向に向いているというのが前提ですね。で、これが今見ていただいているのは月足ですけども、月足も当然ですね、上の方に向かうんではないかなというところですね。はい。で、週足の方を見ていきます。週足はと言いますと、このような形になってまして、下がったとしてもね、この辺で止まるだろうなってところが見て取れると思います。でもうすでにそこ触れてますんで、触れた瞬間上の方向に戻っているというところで、このサンバガラスっていうのがね、4つ目のカラスを泣かしたんですけども、ここがまあまあ限界じゃないかなと思いますよね。はい。それでは徐々に、身近なものに変わっていきます。これが4時間ですか。4時間がし失礼しました。今ご覧いただいたのが日足ですね。その日足の前が週足です。大変失礼しました。で、こちらの方4時間なんですけども、4時間がここをまず割ったんですよね。ここを割っていってしまったと。で、さらに N 字を書いて下がったんですけども、まあ、ここが米国雇用調整が終わったところで、落ち着きを取り戻して上昇にまた向かっていくと。この下落トレンドっていうのは長かったんですけどもね。しかし、基本的にはこれ、まだまだ全然円安は止まる要因がありませんので、もちろん、アメリカの方の金融引き締めとかね、それから日本の方で、金融緩和終わるよみたいなところがありまして、もしかしたらね、円高の方向に、つまり下の方向に向かっていくことはあると思いますけども、それはもうちょっと後でしょうね。いろいろと予見は出てますけども。じゃあ、すぐにそうなるかっていうと、145円に行くかっていうと、そこまで激しいニュースは出てなかったと思いますよ。はい。そして最後なんですけども、これが1時間軸です。1時間は、月曜日に関係すると思います。月曜日はね、なんか材料ありましたっけね。月曜日のちょっと材料をね、見に行きましょうか。大きいのがあったと思いますけど、GDP ですね。GDP の改定値が出ますんで、そこでこれがどう動くか。それによって月曜日の朝っていうのは対応が変わると思います。まあ、そうですね、いつも申し上げているように10時とか11時ぐらいにはもう方針が決まると思いますので、その時点でエントリーを検討して、そして午後にもう一発取っていくって感じかなと思います。はい。それでは今週も頑張っていきましょう。